も全力ぶっちぎり、マキピロ君とリオでございます。はい、モンストニュースがありましたので、はい、モンストニュースの中で必要な情報は、まあ、しっかりと、そしてここは短縮していいなというところ、うん、バッサリ切って、はい、皆さんに情報を詳しくお届けしたいと思います。全力ぶっちぎり。はい、まずは、おさらいやね、はい、ガチャ、あとクエスト、うん、コラボスターターパック、はい、こちらでございます。はい、来ました。ありがとうございます、翔くん。いや、待っとったよ私は。まあこれやろなと思ってた。まあね、うん、ここぐらいしか逆にないかなって思ってたぐらいだけど。そうやな、うん。はい、ということで長期曲の追加が3月の22日金曜日19時からとなっております。明日ですね。はい、今回はクリアするとクリアボーナスで、まあ、運曲1体もらえるという形になるので、まあ、難易度は通常よりちょっと難しいんじゃないかなと思います。はい、まあ、前回はねそんなに難しくなかったんで、うん、まあ、今回どうなのかなと、まあ、ここも注目の感じやね。はいはい、ミッション追加ですよ。まあ来ましたね。はい、ストライカーカードとかも来ましたね。だからまあこれが最後やと思います。そうか。で、ちょっとミッションの追加で、うん、皆さんにちょっと注意してほしいのが、はい、ミッション今出てるやつ終わってないと次行かれへん。あ、そうだね、うん、うん。だからまたちょっとミッション終わってないっていう人、うん、ちょっと急いでねミッション進めた方がいいと思います。はい、で、シンモン・ベニマル・ショウ・草壁のミッションが追加ということで、うん、これが3月22日の金曜日4時からとなります。はいはい、あとホムラビト・鎮魂クエストが登場と。おお。これクエストに出現するホムラビト1日30体鎮魂して、なかなかの数やね。そうやな報酬をゲットしよう。え、出現率、あ、そうか、あ、3体出るってことかと思った。そういうわけじゃないんだよね。あのなんかそういうことではないと思う。火の玉、うん、要は出現率が高いよってことだと思う。あ、そういうことね。だからなんつうの、これむちゃくちゃ周回する必要はないんちゃう。ワンチャンね、1回で30体出るかもしれないしな。そう、うん、まあ多分そうやと思うよ。そんなレベル、ホムラビトブワーって出てくる。いや、だからクエストになんで、なんで1ステージで30体出そうとしとんねんそんなわけないやろ。入らへんなバカなのあれやろ、ルシファードッカン気持ちいいっつとね。やったーみたいな。はい、こちらどういう形かわかりませんが、出現期間の方が3月22日の金曜日12時から4月の2日の火曜日11時59分までとなっております。はい、報酬はね、あの右上にある感じになるんですけど、うん、まあ1日1回ホムラビトを30体鎮魂した回数に応じてやから、まあ毎日やっていくのが一番やろなと。そうね、うん、いう感じでございます、はい。まあ、戦型の賞とか称号とかももらえるんで、うん、まあ毎日コツコツやりましょう。得でもないね。俺も思っとった。結局何個？3個3個ないの？えっちー、ここまでないのって初じゃない？いや、過去にもあったけど。そう、だんだん減って、なかなかレアやね。だんだんね、数減ってってるねみたいなこと言っとったけど、戻ってまた減った。はぁ、びっくりしました。はい、以上ですね。以上ですか。はい、そう、徳玉は3個。追加でひょっとしたらワンチャンと思ってたけど、ね、なかったな、ワンチャンなかったな。そうやな、もう出ちゃったもんね。はいはい、はい、画像にはもうずっと出ております新超絶のセンター、おぉ、これが3月29日の金曜日19時からとなっております。くしゃみが出そうです。どうぞそのうち出すかもしれません。来ました、おプレミアムセレクションガチャ開催。これあれか、限定は出ないけどもなんか選べるってやつやな。そう、初回10連ガチャは無料。お、応募を使えば10連ガチャをさらに5回引けるという感じやね。はい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 、ガチャの開催期間3月23日土曜日12時からとなっております。はい、まあ廃止されるのは選んだ5体だけになってくるんで、うん、まあ、ここで欲しいキャラクターを選択する、うん、まあ、これが大事やね。そうやね、何にするかがね、うん、で各属性やから、はい、既属性に似たら欲しいなっていうのは多分ダメだよね。うん、あ、ちょっとどんなか忘れたんで、うん、またね、これはおすすめのキャラクター紹介したいと思います、うん、あとちなみにや、はい、霊絶アジテーターが同じ日に来んねん。ほう、3月23日、はい、確か19時から2回目の降臨が来るんで、そこに向けてキャラクター選択するっていうのもありやと思います。あ、なるほどね。はい、マルスの重心化会が発表されました。全然使った記憶がない。コンプで昔使ったんじゃない。ああ、そうか。本当に昔やね。本当に昔や。はい、じゃあ情報いきましょう。はい、反射神、超スピード型、対応ギミックのアビリティが超マインスイーパー M、うん、
アンチ幻想壁、アンチブロックとなっております、はい、そして気候封じ L を生じ、壁 SS ターン短縮、貴族性耐性となっております、はい、コネクトスキルが自身と種族が異なるキャラが2体以上、または自身と戦型が異なるキャラが2体以上、まあ、いつものやつやいつものやつや、はい、というわけでアビリティまとめです、はい、超マイスイーパー M、 こちらが 2.0 倍、気候封じが 2.5 倍、これ掛け合わせるとなんと5倍、うん、たで、はあ、このキラー全然刺さらない、気候やもんね、うん、例えば空中転移9のアビリティ対応のキャラクターになります、ほう、期待するやん、うん、キラー対象踏み切るのなんじゃそれ、それはちょっとまだな、これがバランスが出たらちょっと救われるやけど、うん、まあ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 、だからスピード型やからな、スピード型にはスピード型の役割が一応あるっちゃあるけど、うん、まあまあしゃあないよな、そうか、うん、はい、友情コンボが超絶破裂斬撃弾、うん、そしてゴーメテオとなります、お、超絶破裂斬撃弾、これは斬撃弾って言ったね今超絶破裂斬撃弾、はい、弾です、弾よね、はい、弾これはまあ弱点に当たれば結構火力で、おー、うん、だけど弱点に当たるとーみたいなとこあるから、おー、でストライクショットが20プラス8段、はい、最大28段のパワーがアップ、触れた敵を一定期間 HP 吸収状態とします、長いねターン、でも壁 SS ターン短縮って最大4ターン短縮やから、あ、まあ問題はないんちゃうかなと思う、はい、はい、イケルショークスト、はい、豪絶カウシーディアコンプレックス、うん、爆絶マグメル、超絶アハト、トーテ使いマリシテン会、超究極が新イシス、近畿がウラ8、ウラ3、そして天魔の9、空中天、うん、うん、ワクワク組はもうね、俺将兵名でええと思う、あ、そう、うん、だってもうなんかこいつには期待してないみたいな感じな、キラ刺さらんもんキラ刺さらんもん、そうか、うん、アタッカーではないと、で、SSS は一応 HP 吸収状態っつって、まあ補助の方も回れるわけやん、あ、雑魚処理とかあっちでいいと思うよ、なるほどね、うん、はい、まとめです、はい、適正クエストの2点も9、空中転移や豪絶カウシーディア、豪絶コンプレックスなどを持ちます、うん、ただ殴り火力がね高いわけではございません、うん、キラー対象になるキャラクターも少ないため、主力としてはちょっとね考えられんかなと思います、うん、高スピードを生かして雑魚処理要因として使用するのが、まあ、正解なんちゃうかなと思います、なるほど、現状ではキャラが足りない時に編成するような立ち位置から、あ、一番にはなれない、うん、好んでは編成しませんね多分ね、うん、そんな感じになると思います、はい、はい、お次はブリューナク、おお、またまた使ってない子やね、これそうなんですよ、ただね、ちょっとこれ期待持てるな、うん、貫通要請、超バランス型、はい、対応ギミックのアビリティが超アンチ重力バリア、アンチ魔法陣、アンチ幻想壁、アンチ転送壁となります、うん、そして神王封じを持っておると、光属性耐性も持っています、うん、コネクトスキルは先ほどと同じ感じ、あ、ということで、ね、アビリティまとめ、はい、超バランス型の補正、これ超絶アップ、属性倍率が超絶アップの時に 1.54 倍、うん、かける神王封じが 1.5 なんで 2.31 倍、うん、まあ、結構頑張るやんって感じだ、そうだね、うん、例えば神王封じ入らんかったとしても、まあ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 、超アンチ幻想壁で加速できるんやったら、うん、まあ、ありっちゃうかなと、うんうん、友情コンボが超絶貫通ホーミング12、はい、そしてラウンドバーストとなります、うん、まあ多分やけどホーミングって複数編成で光る友情やから、そうね、まあ、コネクトスキルある以上そんな複数編成無理やんっていう感じやから、うん、おそらく殴りちゃうかなと思ってる、うん、ストライクショット、はい、8プラス12ターン最大20ターン、うん、前方に無数の雷を落とす、自分は動かんやつってこと、動かんし、これ確か無属性やってるの気すんねんな、だから属性倍率高いところでは殴りに関しては強いやけど、うん、ストライクショットは使わん方がええやろ、使えんな、うん、多分 SS は使わん感じになると思う、ほう、うん、そんなイメージかな、はい、SS 変えてええんやでなんでこれにこだわるの、変えてええんやでこれ動きたいのどっちかって言うのまあ、使えんキャラクターとか使ってないキャラクター使えるようにしてくれて誰も文句言わへんから、うん、言いませんよよろしくお願いします、はい、イケルシオーケスト、はい、爆絶クシミタバエデン、超絶ゼクス、混合夜叉妙王カイ、ワクワクの民はこんだけ、はい過激盛りぐらいでええんちゃうから、あ、はい、まとめいきましょう、はい、アビリティ対応に転送壁が追加されました、はい、転送壁魔法陣重力のキャラクターが電動リルル、イギー、
アロンズロットアルファ、クララミスと、まあ、結構揃ってまいりました、うん、今まで全く使い道がなかったブリューナクが活躍する可能性が出てきたんちゃうかなと思います、うん、全く使わないじゃなくて、うん、まあこの中でさトップで、まあ、2番手ぐらい、いや3番手ぐらいかだんだん下がってくれいや分かる、これキラー効果が刺さる刺さらないのがあると思 う、ね、うん、だけど、まあ、ちょっとどうなるか分からんけどね、うんうん、まあ使う可能性はちょっと出てきた、うん、脱倉庫版になるかどうかってとこやね、うん、そんな2体解禁日が3月26日火曜日12時からとなっております。はい、はい、お待たせしました。来週のラッキーモンスターのおすすめってことで、うん、カズミ三四郎やったかな、はあ、これね逆属性やけどアブドゥルええかも、うん、アブドゥル強いな。弱点つちょんとついて、うん、あとはもうほんと友情コンボで削る、うんうん、その感じで1分40秒あと神湯とかもええと思う、うんうん、まあ、そんな感じでやってもらったら、まあ、サクサク周回はできるんちゃうかなと思う、はい、ちょっとめんどくさいところはあるんやけどね、うん、弱点とまあこの友情コンボがうまく、ね、重なればっていうところかな、はいはい、でお次が、アボジサモジロ。懐かしい。そうやね、うん、これ豪絶とかで使えるキャラクターなんで、はい、人気じゃないけど、まあ、今これを編成することがあんまりないとは思うんやけどな。まあこれで終わりや。あ、早いか。43秒。はい、じゃあ総まとめいきましょう、はい、3月22日の金曜日4時からコラボミッション追加です、うん、12時からホムラビットチンコンクエスト、はい、そして19時から超究極ショークサカメ、はい、3月23日土曜日12時よりプレミアムセレクションガチャ、そして、うん、19時から霊絶アジテーターとなります。あ、ここ入れたのね。はい、うん、これ結構大事だね、立ち込みました。はい、3月26日火曜日12時よりマルスの受信化会、そしてブリューナクの受信化会、うん、3月28日木曜日16時よりモンストニュース、うん、おそらくここで、新イベントの発表とかね、うん、いろいろあると思います。3月29日金曜日19時より新超絶センター、うん、となります。はい、まあ、こんな感じですね、うん、はい、いかがだったでしょうか。はい、まあ、皆さんにね、楽しくいい情報を届けれるようにこれからも頑張っていきたいと思いますので、よければ高評価、チャンネル登録、あとコメントの方もお待ちしております。お待ちしております。以上、今回の動画はこれで終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい目見ろよ。ありがとうございました。ありがとうございます。どうやらね、こう久々にさ、こうグリーンバック使ったわけよ、うん、これ抜いてるわけですね。はい、はい、皆さんどうすか。なんか結構いろんな意見あったね。ああ、グリーンバックみたいな。そうやな。だって殺風景とかめっちゃめちゃ言われるやん。まだね、ちょっとまだ、うん、当分後ろできないんだよな。そうだから緊急処置、緊急処置やけどさ、うん、まあどうなん、実際みんなと前の方が良かったとか今の方がいいとかよかったらそれも教えて。そうやな。よろしくお願いします。お待ちしてます。